鶴岡和人、鶴岡和人、鶴岡和と、和の、1916年7月27日から2000年3月7日は、広島県呉市東2月、現、西中央出身のプロ野球選手、内野手、監督、野球解説者。1946年から1958年までは、山本和人。相性は、鶴岡を破鶴さん。初代、 ミスターホークス、ドン、鶴岡とも呼ばれた。南海ホークスの黄金時代を築いた名監督で日本プロ野球史を代表する指導者の一人。一軍監督として通算1773勝を挙げた実績からプロ野球史上最多勝監督としても知られる。また、勝率609は歴代監督の中でも唯一の6割超えである。 一年先輩である、浜崎忠春、浜崎真二の弟と仲間になったことがきっかけで、野球を始める。同学年の藤村文夫とは、呉市内の隣の小学校で、当時からのライバルだった。鶴岡は、広島県立広島商業高校へ進学し、に、遊撃手として、第8回選抜中等学校野球大会で、全国制覇を達成。 同年中には選抜優勝校の特典として、主催の大阪毎日新聞社からアメリカ遠征を与えられ、高校やノンプロチームと対戦した。カリフォルニア州サンタマリアで対戦したハイスクールには、戦後に進行を結ぶことになる日系2世のキャピー、原田がおり、原田は印象に残るとてもうまいプレイヤーだったと後に振り返っている。の。 第10回選抜中等学校野球大会は、エース兼4番打者として、ベスト4まで進出した。法政大学進学後はすぐレギュラーを務め、華麗な三塁守備は、東京六大学史上最高とも言われ、法政大学の連覇に貢献するなど、花形選手、首相として活躍した。新聞の、法政鶴岡という見出しの大きさは、この頃に始まった。 職業野球の球団名の活字の10倍はあったという。リーグ通算88試合出場、331、打数99安打、打率、299.2本塁打、56打点で、首位打者1回。2、法政大学を卒業と同時に、創立初年度の南海軍へ、3個の礼をもって迎えられ、入団。これを知った、法政大学野球部 OB 会は、 卒業と同時に職業野球に入るとは何事か。野球芸人になるつもりか。母校の恥だ。鶴岡を除名せよとの声が出た。鶴岡にプロ入りを決断させたのは軍隊に取られたら生きて帰れるかわからない。それ、長兵までは好きな野球をやりたいという思いだった。同様の理由で川上哲司もプロ入りしており、 徴兵イコール戦士という暗い予想がなければ、見下されていたプロ野球界には人材が集まらなかった可能性が高い。このようにプロ野球士は戦争による抑圧という陰惨な時代を迎えようとしていたが、皮肉な結果論として戦争がプロ野球界へ貢献した側面もあった。南海軍へ入団した鶴岡は、その卓越した統率力から新人にもかかわらず、 首相に抜擢され、3番、三塁師として、同年に、本塁打王を獲得、放った1本塁打は1938年の、周期リーグで記録した、巨人、中春康と共に、戦前の最多対記録である。鶴岡の守備方法、ノーステップスローは、法政大学在籍時代に肩を痛めたため、極端な全身守備から素早く送球する方法を、選んだためである。 鶴岡の人気は職業野球選手中の随一と言われ、当時は珍しかった女性の野球ファンも増やした。東京六大学のスター選手がプロ入りすることで、プロ野球界全体、選手個人の人気を共に広げていく。その先駆けが鶴岡である。そんな鶴岡にも1940年に招集令状が届く。鶴岡は陸軍連隊へ入隊し、 5年間もの長きに、渡って従軍、日本内地を点々とした後、1945年8月の終戦直前には、神風特別攻撃隊の出撃地とな、鹿児島県知覧町、現、南九州市の陸軍知覧航空大機関砲中隊長を務め、低空で飛んでくるグラマンを撃ち落とした。この時に、中隊長として200名の部下を率いた経験が、後の、 指揮官哲学を生んだと言われている。1944年に結婚、同時に妻の家へ向こう入りし、山本和人へ改正した。に復員し、29歳で監督就任を要請され、同年からまで選手兼任監督を務める。戦後の混乱期の中で野球のみならず選手の生活の面倒まで世話していたことから、鶴岡親分と呼ばれて慕われた。 その様子は、鶴岡が、放棄試合をしたにもかかわらず、人徳に考慮して、罰金を免除すると言われるほどだったという。また、有望選手の獲得も上手かったが、無名選手を、中本球場で、徹底的に鍛え上げ、名選手に育て上げる手腕がそれ以上に長けていた。さらに、選手のプロ意識を向上させるために発言した、グラウンドには、銭が落ちている。 人が2倍練習してたら3倍やれ。3倍してたら4倍やれ。ゼニが欲しけれゃ練習性という名言は大変有名で、このグラウンドにはゼニガーの部分は野球漫画グラゼニのタイトルのもとになった。このように鶴岡は現代野球に直結する様々な手を打ってきた。大阪タイガースのダイナマイト打線に対抗できる決め手はないかと考え、 足にスランプはないからという理由で、瞬足かつ野球をよく知る選手を集め、1946年は1番、安井亀和、2番、河西敏夫、3番、田川豊の俊足トリオで類をかき回し、4番、鶴岡、5番、ホリース男が返すという、機動力野球の元祖で、読売ジャイアンツを一勝差でかわし、戦後プロ野球再開初年度の優勝を、何回、 当時は、グレートリングの初優勝で飾った。この時、鶴岡、山本は三十歳であり、優勝監督として、史上最年少である。この年は、選手としても、打点王に輝き、MVP を、初めて獲得している。は、選手兼任監督ながら、青田昇、る、読売ジャイアンツ、小鶴誠、大英ユニオンズと三つどもえの首位打者争いを、繰り広げたが、 最終打席に敬遠で歩かされたことで、青田と六毛差の3位に終わった。しかし、チームは2年ぶりに優勝して2度目となる MVP に選出された。2は、現在の育成枠の先駆けとも言えるファームを創設、狭き門に600名もの応募者が殺到した。2創設した、南海土剣野球部は、近年増える、プロ野球2軍チームと社会人チームの交流試合の、 先駆けとことる。この年は、チームとして、リーグ優勝を果たし、選手としても3度目の MVP を獲得した。日本プロ野球史上、優勝監督で MVP を達成したのは、鶴岡の他に、若林忠だ阪神タイガース、1944年1947年、と、野村克也、南海、1973年の2人だけだが、 鶴岡はその中で最も多くこの栄養を手にしている。ワリーグ連続優勝を達成したが、監督業に専念するため、この年限りで現役を引退した。から専人監督となった鶴岡は、までの通算23年間もの長きにわたって、指揮官を務め、優勝11回、日本シリーズも2回制覇している。日本シリーズでは読売ジャイアンツに引くと敗れたが、 2は4連勝で日本一に輝き、涙の御堂筋パレードでは、リーグ分裂後としては初めて大阪に日本一の優勝旗を掲げた御堂筋パレードについては1959年の日本シリーズ3勝。さらには阪神タイガースを下して日本一となった。同一球団の監督として指揮を取った期間は日本プロ野球史上最長。 史上最多の1773勝、1140敗81分、最高勝率、600球を記録した300試合以上を経験した監督で唯一の6割超え。特ににパシフィックリーグとなってから辞任するまでの19年間では、優勝、9回、うち日本12回、2位、9回、3位以下はわずか1回の4位だけ。 2位に終わったシーズンもそのうち5シーズンは、首位と1ゲーム最内という驚異的な成績で、南海ホークスの黄金時代を築いた、名艦徳である。中には、南海、ホークスを語ることは鶴岡を語ることであり、鶴岡を語ることは、南海、ホークスを語ることであるとも言われる。南海50年の歴史の中で、鶴岡和との締めた存在は大きいものがあった。 開幕から連敗続きだったには、指揮官が悪いと舞台は全滅するとの言葉を残して、休養を、同年8月から復帰した。テスト制の時から岡本勇、広瀬義則、野村克也、森中千佳良、無名だった飯田徳次、森下誠鎮、皆川陸夫、村上正則、国定康史広士を育て、大学のスター選手だった影山和夫、杉浦正。 大沢慶治穴吹義雄、渡辺康介、外国人選手では、キャビー原田を通じて、ジョースタンカバリピートンとハドリなど優秀な外国人選手を入団させ、強い結束で上昇内海軍の時代を築いた。個々やチームの戦力を的確に把握し、常に新しい才能を入れることで、100万ドルのナイアンや、西鉄ライオンズなどに対抗するための大型打線。 400フィート打線などを形成した。これらの選手獲得は鶴岡のコネ、ね、友人からの紹介を主としていたが、鶴岡は頃から各地区に常駐のスカウトを置き、各地の有力選手を積極的に獲得しようと考えた。東海地区の担当スカウトとして鶴岡が抜擢したのが三重県出身の伊藤四郎で、これらは プロ野球最初のスカウト制度の確立とも言われる。自らの人脈をフルに活かした情報網を築き、選手発掘にも精力的に動き、稲尾和久、広岡達郎、長島修雄、山本和義、長池徳氏、柴田伊佐高田修、田淵光一、山本浩二には、プロ入り前から目をつけ、特に長島、 柴田については入団契約直前までこぎつけた。長島は大沢を介して何回入りがほぼ決定し、俺は何回にお世話になるつもり。お前も一緒に行こうと、長島は杉浦を勧誘していた。また、広岡は鶴岡の前でお世話になりますと言ったという。しかし、柴田は30回以上も柴田家に足を運んだものの別所竹彦の横槍でさらわれたといい。 山本和義は池田隼人に邪魔され、稲尾の場合は稲尾の父親が嫌っていた金融業を営んでいた講演会の長が何回入りを勧めたのがあだとなったと言われている。長池、山本は高校時代に入団テストを行い、当主としては無理と二人に厚生大学進学の労を取ったもので、長池はプロ野球ドラフト会議実施が一年遅れていたら、 南海入りしていた。長池家は尊敬する鶴岡から一時を頂戴して、息子を乗人と命名したとも話している。高田茂も大阪体育大学、並小高等学校在学時に、南海に世話になりたいと話していたが、鶴岡は、お前は、体が小さいから大学へ行く方がいいと言ったと、言われる。鶴岡は豪議な性格ながら、人が良いため、土壇場でどんねん返しに会い、 何度も悔し涙を流していたという。終わりメモで知られる元毎日新聞記者の終わり、94にプロ野球初の専属スコアラーとして採用し、メジャーリーグにもなかった世界初のデータ野球を導入したことでも知られる。1959年の日本シリーズにおける対、読売ジャイアンツ戦において、大沢ー,ー,ージの外野守備がことごとくピンチを救ったことが語られ、これは巨人の 各打者のデータによって一球ごとに、保守、野村からインを出して、守備位置を変えるという、それまでの野球に例を見ない作戦が実ったものと、言われた。これをきっかけに、スコアラーの存在が、マスコミに大きく取り上げられ、野村克也の ID 野球は鶴岡が導入した、終わりメモが手本だと述べている。日本における、サインプレーの起源は、諸説あると言われるが、起源説もある。 三原治や水原茂の頃は、まだサインの種類も少なく単純だった。複雑なブロックサインを作り上げたのは、終わりメモを源とする鶴岡と言われ、細かく難しい難解のサインプレーは、中日、広島、阪急、近鉄、阪神などに広がっていった。三原治は、西鉄の監督を引き受けて間もない頃、鶴岡君の駒切れ交代に随分泣かされた。 この先方の選択者は、鶴岡くんだった。何回と試合をすると、鶴岡監督は目まぐるしく、投手を変えてきた。下手投げが出てきたと思うと、次は、左投手が現れる。打者がようやく目が慣れてきたと思うとき、今度は、右が出てくるという具合で、スイスイと目先を変えられてしまう。強力な投打の力を持つチームには、 こういう作戦はあまり必要でないが、最初に私鉄は戦力が十分でなかったから、これにられた。なんとか対抗策がないものかと考え抜いた末思いついたのが、影武者を使う、当て馬作戦、偵察オーダーである、三原治虫斎これでひとまず、こっちが先手を取ることができた。これはいわば一時的な受け身に過ぎなかったが、四つに組んで何回に勝つためには、 どんな当初が次々に現れようと、打者自身の力で跳ね返す、強力打線を作り上げなくてはならない。こうして作り上げたのが、西鉄黄門時代の中西、豊田、大下、関口らの強力打線だったと述べている。鶴岡は小学校長だった岐阜から、部下には必ず敵がいる。敵がいないと、指導者として勉強をしなくなると指導者としての心得を、教わっていた。 しかし鶴岡は、味方と敵が半々では指導者、落第、7対3にできれば立派だという考えを持っていた。出場機会が少ない選手が大きく固まらないように、注意を払い、愛情を持った叱り方を工夫した。23年間の監督生活は、5対5、6対4に、さらに7対3にするための努力の日々だったと、振り返っている。育成枠に常駐スカウト。 専属スコアラーの導入、卓越した外国人管理術など、鶴岡は、球界の近代化に大きく寄与した人物である。鶴岡といえば、精神野球のような印象を持たれるかもしれないが、むしろその逆で、データ野球推進など今を先取りした、新しさ、義理と人情の古めかしさと、鶴岡の求心力によって、それらが程よく混ざり合い、協力チームを作り上げた。 一方で、野村克也は、様々な辞書で、鶴岡の野球を、軍隊のやり方をそのまま持ち込んだ、精神野球の権下であるとし、精神野球を、気合だけでやる野球、結果往来の野球などと言い換えて批判している。また、ことあるごとに、連帯責任や、映像に入れるぞ、などという軍隊用語が出て、現役時代は、辟易していたとも語っている。 自身の配給によって、相手打者に打たれてしまった際も、馬鹿垂れと怒鳴るだけで、何も教えてくれなかったという。怒鳴られるのを覚悟で、どのような配給をすればよかったのかを聞いて、自分で勉強せえと言われ、途方にくれたという。技術や、情報の伝授、教育などとは無縁な世界であったとし、それでも難解が、黄金時代を築くことができたのは、拡張性の父親のような存在感に、 選手が逆らわずについていったからだとしている。ただ野村は、たとえ親分であっても絶対と思わずに、なぜと問い返してしまう私のような存在は、煙たかったのだろうと今では思う。と、そう思ったであろう。自身に対する鶴岡の思いも述べている。また鶴岡は、強純な選手を可愛がる傾向が強かったと、野村が鶴岡宅に、 正月の挨拶に行った時の出来事を例にして、そう著述している。ただ、そんな野村も、鶴岡の野球をすべて否定しているわけではない。鶴岡に一度だけ褒められた際には、ますますやる気が湧いてきたと語っている。また前日のデータ野球や、野村の指導者としての態度は、鶴岡の影響を受けていることも、自身で認めている。こうした。 鶴岡の手法は、上記の言葉に由来する、銭の取れる野球に加え、後には、がめつい野球とも称されることとなる。この間、1957年に妻が死去し、翌年再婚したことから、1959年のシーズンより鶴岡生に戻っている。本拠地として使用する大阪スタジアム、大阪球場の建設に何回、南海、 松浦竹松代表と共に尽力し、同球場は、生涯にわたって、交流を持ったキャピー原田を通じて、GHQ 経済科学局長のウィリアム・マーカットに、建設許可を下させたものだった。球界では、ゼネラルマネージャーといえば、根本睦夫が語られることが多いが、編成や契約金などの細やかなバランスにも関わった、鶴岡は、松木金次郎、三原治と共に、 実質的 GM の選駆とされる。11月13日に鶴岡は記者会見で監督優待を正式に表明した。数人との人間がいつまでも同じ球団の監督をしていては発展は望めないと考えての決断だったが、公認に指名したヘッドコーチの影山和夫が4日後に休止する悲劇が起きた。優待を表明した鶴岡には東京オリオンズ、 三景スワローズから監督就任の要請があり、影山が死亡した当日に両球団のオーナーと面会して球団を決定する予定だった。鶴岡は影山の休止を受けて選手会長兼首相の野村克也をはじめとする選手たちなどの懇願もあって、優待を撤回、改めて南海と3年契約を結んだ。その後、 鶴岡は3年契約が切れた10月19日まで監督を務め、公認の飯田特事にはトンタッチした。日本プロ野球史上、複数球団が勝率、もしくは勝利数1位となったケースでのプレーオフが行われたことは一度もないが、鶴岡は監督者年度の1946年と最終年度の1968年の2度、プレーオフ寸前となったケースを体験している。 しかし前者が広いものの優勝だったのとは逆に、後者は最終戦で力尽きるといった対照的な結果となった。この最終戦が鶴岡にとっての最後の式となった。影山和夫の休止を受けまで南海ホークスの監督を務めた鶴岡は、監督優待後もその手腕を買われて、打球団から監督就任を要請された。 同じ関西を本拠地とする阪神タイガースから藤本、定吉の公認監督として10月23日、就任要請があったが、交渉の席で、鶴岡が、球団組織に対して言及すると、阪神側が、及び腰となり10月26日に交渉が決裂。翌にも再び監督就任要請があったが、やはり鶴岡が就任すると、フロント指導の構図が崩れることを恐れ、 青年監督ブームもあって11月3日に決裂した。その後、11月7日に近鉄バファローズから三原、おさむの後任として要請があったが、三原さんが近鉄ナインにどんな野球を教えたか興味あるが、1年間監督業を務める体力がないとして11月18日事態を表明した。同年には、ヤクルトアトムズが8月20日に、 監督の別所竹彦が解任され、週刊ベースボールに別所ついに退陣。次期監督に鶴岡確実と報じられ、監督就任が噂されたが、就任のための条件が一致しなかった。から死去するまで、NHK の野球解説者、スポーツ日本の野球評論家を務め、その後も川上哲次と共に、球界の資料として並び称される存在であった。また、 政居まで、大野木建設株式会社、本社、広島県呉市の非常勤取締役を務めた。鶴岡との対立を伝えられていた野村克也が、公師今度を理由に南海ホークス監督を解任された。この時の記者会見で、野村が鶴岡元老にぶっ飛ばされた。野球の世界に政治があるとは知らなかったと。 発言するなど確実が表面化し、これにマスメディアが飛びつき、南海のお家騒動に発展した。鶴岡は監督人事への関与を全否定し、南海は野村に謝罪を求めた。これを受けて野村は鶴岡に謝罪し、球団はそれを受け入れたが、野村は落とし入れられたという考えを捨てておらず、鶴岡本人が直接動いたわけではないにしても、 鶴岡を支持する者や野村を恨む人たちが、プライベートな問題を理由に、野村を解任したという解釈を未だに大きく変えていない。この騒動により、江夏豊、柏原淳一など、野村を慕う主力選手が、球団に対して激しく抗議、次々に退団、移籍する事態を招いた。野村解任後の難解は、急速に弱体化し、親会社の消極的な球団運営もあって、 再会が指定席となるなどの低迷を続け、オフに球団が大英英売却された。終わり球児は、自身の推測として、審議のほどはやぶさかではないことと前置きした上で、野村が選手権任監督に就任した1970年、ヘッドコーチのドン・ブレイザーは妥当にしても、その他の一軍コーチ級難海 OB が、誰もいない組閣をして、OB を激怒させたのが炎因と述べている。 鶴岡自身は内心では野村を終始評価しており、野村が1993年にヤクルトスワローズを日本一に導いて勝利期末太郎氏を獲得した時も鶴岡は選考委員として野村を推薦している。そもそも南海に入団してから2年間で2軍暮らしを続けていた野村の素質を見抜き、1軍の正捕手に抜擢したのも鶴岡である。 野村解任事件についても、監督時代後期から内縁関係だった野村幸代が再配に介入し、選手を罵倒するなどの行為を続け、それを排除することができなかったために、野村に全く非がないわけではない。なお、鶴岡は野村解任人事に関与していなかったとして球団に抗議し、オーナーの川勝伝えが謝罪している。また、野村の ぶっ飛ばされた発言も自身の勘違いだったと、釈明した。また鶴岡は、鶴岡は、広瀬の結婚式に出席した一方、野村と、球団後援会副会長の娘だった、前夫人との結婚式への出席については、ある事情から結婚に反対した経緯もあり、見合わせている。ただし、鶴岡自身が野村を軽視していたと受け取ることもできる、行動していたのは事実で、 有名なエピソードとして、影山和夫の休止後に監督復帰を願うために、広瀬、杉浦と野村が、鶴岡の自宅へ訪問した際も、鶴岡は、何が、三回王や、何が、本塁打王や、ちゃんちゃらおかしいわい。本当に、チームに貢献したのは杉浦だけやと言い放ったという。野村は、鶴岡の葬儀に参列しておらず、花輪も寄せなかったため、 これを確執の深さと見る向きもあるが、実際にはナンバパークスの南海ホークスメモリアルギャラリーへの記述を自ら断るなど、解任時の経緯から南海と距離を置く姿勢をとっていたことから、ただし野村の行動に対して大沢刑事は恩知らずと切り捨て。しかし近年の著書、雑誌インタビューなどでは、 テスト制として採用されたこと、戦力として見出してもらったことなどについて、鶴岡の腕力や指導力を肯定的に記すようになっている。長井義和は、野村が、ヤクルト、阪神、社会人、シダックス、楽天と監督を続けていくうち、鶴岡の手腕に対する評価の変化につながったのではないかと推察している。自分の場合、何と言っても、鶴岡さんだった。 俺が選手を褒めないのは、鶴岡さんの影響。あの人も直接、選手を褒めることなんてなかったよと話したり、2008年に、観光した著書、ああ、阪神タイガースから負ける理由、勝つ理由、角川書店では、恩師と明記するなど、鶴岡への感謝の念が滲む。スポーツグラフィックナンバー722の2009年11月号では、 誰しも監督になるまで何人か使えてきた監督がいるわけですが、意識しているかは別として、誰か一人の監督の影響が強く出るものなんす。中略そのあたりは、私の場合はやっぱり鶴岡さんでしょうねと話している。関係がおかしくなったのは、次期監督として野村の名前が上がるようになってからで、野村自身も南海ホークスにテスト生として入団して、中心選手まで行ったわけだから。 野村を育成したという意味では自慢の種のはずなんですが、鶴岡さんとしては先に、杉浦、広瀬に公認をやらせたかったんでしょう。私は嫌われていたと話す。ただ、ベースボールマガジン1999年夏号に掲載された影山和夫休止騒動の記事については、鶴岡は野村を影山に次ぐ第2候補とし、選手権人もやむなしと考えていたとの記述があり、 鶴岡が野村の監督就任に根本的に反対していたとは言い切れない面もある。また、南海ホークスがあった頃にも鶴岡は野村を飯田特事の公認として考えていたが、就任時期が早まったと記述されている。前述のように野村が選手を褒めないのも鶴岡の影響で鶴岡は他チームの選手は褒めても、自軍の選手はなかなか褒めなかったという。 野村自身によると、鶴岡に褒められたのは、3年目に、マスコミから、ハワイキャンプの収穫を聞かれて、野村に使えるめどが立ったことと書かれた新聞を読んだことと、本類顔を獲得した4年目に、大阪スタジアムの通路ですれ違った際に、お前、ようやったなぁと言われた2回だけだと言うが、野村は本当に大きな自信になったと言い,い、それでいいんです。こうやって、 現在も覚えてるくらいですから、監督はやたらと選手を褒めまくった来感、言葉の値打ちが下がりますと話している。東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を務めている2009年9月6日の対北海道日本ハムファイターズ戦の試合前、言葉は力なんだよ。今俺がこうしてある、長くプロ野球に携われ、監督も務めていられるのも、南海3年目の鶴岡監督の一言。 野村に使える目処が立ったことがあったから何や。鶴岡監督はとにかく人を褒めないことで有名な人だったが、4年目のある日に本塁打を獲得して、お前、ようやったなと言ってくれた。褒めない人のそういう一言は、重みがあるとほぼ同じ話をしている。このことに関して、野村以外では、岡本勇が自身のプロ野球人生を振り返った著書の題名に、鶴岡に言われた言葉、 岡本、少しは野球面白、うなってきたかをとっている。佐々木晋也は1970年頃、鶴岡に、野村の一番いいところは何ですかと質問したら、鶴岡は少し考えてから、自分に生活の場を与えてくれているプロ野球界に対して、感謝の気持ちを忘れないことやなと答え、他の言葉を期待していたので意外な感じがしたと、話している。 野村の幸男との実施である野村勝則は堀越高等学校時代に鶴岡の出身校である広島県立広島商業高等学校の監督であった桑原秀則の指導を受けていた。鶴岡は少年野球の国際交流にも尽力し、1967年にリトルホークス、現ジュニアホークスを創設した。1970年には、 大阪スタジアムを本拠地とするボーイズリーグの創設にも尽力した。当時は少年野球が使用するグラウンドにプロ野球の本拠地球場を使用することは非常に珍しく画期的なことだった。ボーイズリーグは多くの逸材を排出し日本野球のレベルアップに大いに貢献した。監督在任中の1965年に野球殿堂入りを果たしたほか。 1991年には、プロ野球選手初の助訓、訓四等局実賞受賞を授与された。2000年3月7日、20世紀最後のシーズンを前に、動脈血栓症による、心不全のため、亡くなった。3月8.9日、大阪の本願寺津村別院、北見堂で行われた、鶴岡の通夜、国別式には、各界から3000人も加参列した。 9日の告別式では、大勢の南海電気鉄道社員が、御堂筋の南海本社から、大阪スタジアム後にずらりと整列し、鶴岡の棺を乗せた車を目礼で送った。告別式の長辞では、杉浦忠氏が、親分、ここから、御堂筋が見えますか、と、鶴岡への追悼の言葉を述べた。鶴岡の出身地に近い呉市スポーツ会館、呉市二高野球場に、隣接には、 鶴岡一時年展示室が設けられており、ゆかりの品が収められている。さらに、2019年5月からは、生前社外取締役を務めた、大野木建設が、呉市二高屋球場の命名権を取得し、鶴岡一時年球場の名称が付けられた。上記の通り、最初の妻は1957年に失った。その後まもなく、 南海電鉄の広報誌に掲載された施設応援団長のインタビューには日本シリーズに勝って御堂筋をパレードすることがなくなられた奥さんへの最も良いた向けになるとの発言があり1959年にその悲願を達成して御堂筋パレードに向かう前には再婚した妻からお父さんパレードを見せてあげてくださいと繊細の遺牌を渡されという話が鶴岡の著書 南海ホークスと共にに記されている。長男、最初の妻との愛の子は、上昇 PL 学園の石を築き、法政大学監督や近鉄スカウトなどを務め、現在はマリナーズスカウトを務める鶴岡康氏山本康氏タイは、法政大学卒業時の1967年のドラフトで南海から指名されたが、父から猛反対されプロ入りは断念した。 この時、法政野球部にいた江本武則によれば、大の打撃力、特に変化球打ちの能力は抜きんでており、少なくとも、選手の能力としては、父親の鶴岡を超えるものがあった。その上であえてプロ入りをさせなかった鶴岡の父親としての態度について、親は子供に苦労をさせたくないものだと、江本は表している。次男、秀樹は、 PL 学園高校野球部 OB 会長で、水野常務取締役。このほか、最初の妻との間に設けた長女を、1949年に散歩中に、南海電車の線路に立ち入る事故により1歳7 1ヶ月で亡くしている。この時長女を連れていた、鶴岡の母親も、事故の心労から、翌年高いした。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。